鎌田大地、26、ドルトムントに5年、契約で移籍決定、www。ロマノのツイート日本語訳、ボルシアドルトムントが鎌田大地、選手を6月20日移籍で獲得に迫っているようです。鎌田はあと3クラブからアプローチがあったものの、DVD と5年契約で口頭で合意した。あんなとこ行ってどうする、フリーなんだから口頭合意したら、ほぼ合意案全然合う感じしない。異物感、凄そう。ベリンガムの後釜だろ、知らんけどドルトムントかよ。つまんねぶんです以外で見たかった。感じある何も丈にあって、定員じゃない。CL ベスト16ぐらいは、毎年狙えるし、組み合わせによっては今季みたいに、ベスト8も狙える。今更感が強いな。口頭合意は、草プレミアで通用する神奇数だし、かといって、バイエルンに行けるわけでもないから、こんなもんか。微妙なステップアップ感、すごいけどええやん。安定してし、エルデレルクラブにステップアップ、香川超えたよな。こいつかまた、アトレティコに来い。香川と比較され続けるだろうし、ブンデスの時点でスターにもなれない。ベンフィカよりはマシかも。26か。運動量のピークを、フランクフルトに費やしたのもったいない。ドルからビッグクラブ行ったらアラサーだろ。プレイスタイル変えなきゃ体が持たないよ。フランクフルトで王様、やってた方がいいかもな。プレミア来いよ。冷静に見たら4、大リーグのブンデスで2番手だろ。格的に、明確に登ってエールのビッグ6と、レアルバルサ、ユベントスくらいやないの。ブンデスが身の丈に合ってる。プレミアなんて無理。ドルトムントなんて、26にもなっていくようなクラブじゃないよ。